Hey, thank you so much for checking out Chris's room. 今日のビデオはどうやって周りの人を変えていくのかっていうことについてお話したいんですね。やっぱり、教育系の仕事をやっている方たちとかね、先生をやっていて、生徒さんたちをもっといい生徒に変えたいなとか、ね、自分の子供をもっといい子にしたいなとか、ね、自分の、会社経営しててどうやってスタッフを変えるんだろうとか、または会社に入っててどうやってあの上司を変えるんだろう。でも本当に人を変えていくっていうのは一つのスキルとして持っていくとすごいいいことなんだよね。でどうやって人を変えていくのかっていうについてお話ししたいと思います。でどうやって人を変えるかっていうと、これなのよ。愛なのよ。その人を愛することによってその人の人生に変化が起こるのね。は？マジ？本当？その人が愛の存在である、愛様だっていうことを自分が理解すると、その人が成長できるスペースが自然に入ってくるのね。でその人が愛の存在だってあなたが理解してあげることで、本人まだ気づいてないわけよ。忘れてるかもしれないわけよ。でもあなたがそれを認めてあげて、それがあなたの世界でそれが事実になるときにパッてクリエーションが起きて、本人もまだ気づかないかもしれないんだけど、本人のエネルギーフィールドの中でいろんな変化が起こってくるのね。でこれは超わかりやすく説明すると、例えばね、俺が学校の先生やってるとしようよ。なんか高校とか中学の先生やってますと、小学の先生でもいいよ、小学校でも。いや、じゃあ中学校の先生に、小学校の先生にします、ごめんね。小学校の先生やってます俺が。でなんか新しいクラスに入りました。で小学4年生のクラス担当します。30人のクラスとか40人のクラス担当する。こんにちは、モンセン先生です、おはようございますみたいな感じで、モンセン先生おはようございますみたいな、みんなが言うわけよ。で一人だけなんかうずうずしてる子がいるのね。でなんかクラス教えて、ランチの時間になって、ランチ終わった後にみんなが遊びに行くんだけど、その遊びに行ってる時にこのうずうずしてる子がいじめられてるわけよね。でなんかその子も話し方が変で、学校が大嫌いで、でなんか周りの人たちも、ねえねえねえ、できねえねえ、石川できねえねえみたいな感じですごいいじめられてて、ゲーってなってて、で本人自体が、この子供本人自体が私はできない人なんだって信じてるのね。ね、悪い、本人が私はできない人なんだって思っている時、先生もおめえできないなとかなりがちになっちゃうわけよ。特にこれが高校とか、ね、中学高校とかに行くと、できねえやつが出てくると、先生もおめえできねえからなとかなっちゃうわけよ、ね、野球部の怖い先生とか、なんかできない運動神経が苦い子がいたらプスーとかさ、上から目線になるじゃん、ね、でもそうではなくて、俺の場合だったら、ね、その人が愛の存在であるっていうことを考え直すのね。ね。その人がこの星に生まれてきて、この地球で生きていて、ね。で、お父さんお母さんもいて、ね。で、その人はもう昔は赤ちゃんで愛されてて、今でも愛されてて、すっごい愛をハートに持っている。っていうことを意識するのね。そうすると何が起こる？まず、その子が僕と話すときに、その子に変なプレッシャーがかからないよね。ね。僕が、いや、こいつはできねえ子だから、こいつ宿題できねえバカだからみたいな、チョーク投げるみたいな先生だったら、おめえ本当できねえな、みたいな感じで、その子が宿題頑張りましたって言うと、おめえ本当アホやな、みたいな感じで、俺がその子の世界を作っちゃうわけよ。でも僕がその子を愛してる。実際に本当のその子の本当の存在を心の中から理解していて、ね、愛様だっていう感じで、ね、で How can I serve you? サービス、僕がサービスするみたいな感じで、ね、ですると本人も意識で気づくところもあるし、本人の無意識でいろんな変化が起こるわけよ。なぜかというと、その本人が僕と一緒にいるときに自由が生まれるのね。尊敬が生まれるわけよ。で本人が僕と話すときに、僕はその人をバカにしない、認めてあげる、でうまい、なんかコーチングみたいなのもいい感じでできるようになるわけよ。ね。ね。なので本当に人を変えるっていうのは、ね、その人の存在を理解して、で言ってあげるの。一つのコツは、ね、頭の中で言っていいよ、ね、
I love you って言うのよ。I know who you are and true. あなたが本当は何なのかっていうのを知ってるよって。すると、イライラしてる人とか、ね、怖い人とかいるかもしれないよね。これが大人の世界で怖い上司とかいるかもしれない。怖い人がいるかもしれない。でも本当は怖い人じゃないのよ。本当は愛の存在なんだけど、怖い人ごっこを今やってるわけよ。ね、でこういう感じで人間関係をやっていくと、ね、リアルにその現場で空気が変わってくるし、その人のオーラ、エネルギーとかでも変わってくるわけよね。でもうちょっとこの人を変えるっていうことについてお話したいんだよね。でまずこの話で一つ大切なのは、ね、ちょっとこれクリスって思っちゃうかもしれないんだけどね、人を変えるのは僕たちの仕事じゃないのね。もう一回言うね。人を変えるっていうのは僕たちの責任の持っていることじゃないのよ。その人しか変えられないのね、自分のことを。ね。だから、なんかできない子が、僕はまた小学校の先生とかになってできない子がいて、お前変われ!チョーク投げて、ね、そうなりたくなっちゃうわけよ。お前もっと宿題できるようになるよ。もっと運動できるようになるよ。ね、親だったらなんであんた宿題やらないの?もっとこれやりなさい。ね、上司だったらお前ほんとできねえやつだな。なんでこのぐらいの仕事できねえんだよ。とか。ね。で、自分が部下だったら、なんであの社長はここまでできないの?って。わかる?あいつ変えたいって。あいつの人生が変わったら俺の人生が良くなるって。That's bull. That's not true. わかる?事実はそう動かないわけよ。わかる?人を変えるっていうのはできないことなの。あなたの仕事は人を変えることじゃないの。あなたの人はその人が本物の何か愛の存在かって認めて応援するのは、それももちろん仕事なんだけど、でも本当の仕事は自分を変えることなのね。自分を変えることはできるのよ。人を変えることはできないの。わかる?だから人が変わらなくても自分が幸せっていうメンタル、世界を自分の中に手に入れないといけないわけよ。わかる?周りにね、いろんな大変なことがあっても自分はクール、自分はニコニコしていて、自分は幸せ。ね、それを作んないといけないわけよ。だからいわゆる自分のエゴがキーってなって、これやらないとダメだ、ね、子供だったらあんた宿題やらないとダメだ、宿題やらないとダメなんだよとか、ね、上司だったらお前この仕事やらないとダメなんだ、営業がぶっ潰れるみたいな。わかる？これが自分の人生で学べるヒントなのよ。その中に入っていくのよ。なんでそう思ってんの？それあんたの問題なのよ。その人が教えてくれる、その人は先生になってる、リフレクションになってるだけなのよ。ね、自分の問題があるわけよ。そこに入っていくの。人が変わって自分の問題なくなるかって言って、なくなるわけないでしょ。どうやったら自分の問題なくなるの？自分の問題は何だって取り組んで入っていくことだよな。ね、だからそこでスペースが生まれるのよ。人が消えて変わんねえっていうところに入って、そのニーズを手放していく。手放すことによって自分がもっと平和になっていくよね。問題を手放すことによって問題が自分が平和になっていくんだよね。ね、この深いワークが入っていくわけよ、人間関係っていうところで。で最後にもう一つ言いたいのはね、人は変われないっていうところでね、僕たちはお前変われってなりがね、チョーク投げてさ、お前変われとかなりがちになっちゃうんだよね、イライラして。でもここで自由っていうことをお話したいよね。ね、あなたはあなたのままで自由に生きていくわけなんですよ。ね、周りの世間がどんなこと言って、ね、なんか周りの先生とか周りの親とか他の人が何言ってもあなたは自由でいれるわけよ。悪い、僕周りの人からがこう言われてるんだっていうのは、それはあなたの頭の中の心配事なのよ。ね、リアリティはあなたは自由になって生きてていいわけよ。同じような感じで他の人も自由になってて生きていいわけなんですよ。ね、他の人がなんかね、例えば俺がまた学校の先生で、で運動神経がない子がいたら、ね、お前運動神経できねえなとか言って、いや運動神経ないっていうのもその人の自由なのよ。それでいいわけなのよ。ね、勉強受験受からない、怖い、それでいいのよ。わかる?
その人の自由っていうのがあって、その人はその人並みの人生を学んでるわけよ。その人が学ぶペースがあるわけよ。その魂が選んでる。でそれは俺たちが決めれることより偉大なことで、でっかいことなのよ。そんな王様になっちゃいけないわけよ。あなたはこういうふうに生きていかないといけませんとかね、それをブラック企業っていうのよ、ね、それがブラック企業の社長とかなんで、お前これやれって、ね、パワーハラスメントっていうのよ、ね、でこれ気をつけないと、今はないけど、まあ、本当に大変なことに世界がなっちゃうんだよね。こういう考え方が、その自由っていうのをリスペクトしないと、ね、でその人のが、ね、一つ気に考えてもらいたいんだけど、もし本当に変なことをやっている人がいたら、カルマっていうのがあるから必ず戻ってくるわけよ、出すエネルギーは、ね、それは自分が心配しなくていいの。その人の人生に何かが起こるから、ね、でその時本人がいい感じで学べるようにっていう感じで愛でやってあげるのね。で愛を送るときに、なんか怖い人がいたら、ね、愛で私を犠牲にしてくださいみたいな感じじゃなくて、怖い人がいたら逃げていいんだからね、距離置いていいからね、あ危ねえってなったら危ないって言ってよ。でも愛を持ちながら危ないっていうわけよ、ね、これをぜひみんな毎日できるようになってもらいたいわけよ。毎日できるように、怖い人がいたら、ね、なんか辛い人がいたら、で差別しちゃダメだからね。差別っていうのは勘違いだから、みんな愛の存在だからね、差別っていう、この人バカだなとか、この人はできない人だなって思ったら、それがあなたの世界でリアルになっちゃうわけよ、差別っていうのが、ね、本当に差別されるんだって。で差別されるっていう世界を自分の世界に、その世界に入れちゃうと何が起こる？あなたも差別されても OK っていう風になるわけよ。なぜかというと、あなたが差別してるから、絶対世界はリフレクションだから、それも戻ってくるわけよ自分にね。僕は子供の時日本に生まれて、ね、で外国人で日本の小学校行って金髪だったんだよ。で外人外人って言われて、もう本当に夜とか泣いてて、お母さんがなんか俺をキッチンになんか醤油頭のかけて泣いてて眠ってるわけよ、ね、金髪だったのよ、ね、で今度アメリカ行ったわけよ、ね、アメリカ行ったらジャップジャップって言われるわけよ。今度カナダに行ったわけよ。でカナダに行ったら、あんたアメリカンって言われるわけよ、ね、ヤンキーヤンキーって。で今度アメリカに戻ってくるわけよ。するとカナリアンカナリアンとか言われるわけよ、ね、だからもうこれないわけよ。みんななんか心の存在で、ね、血の色は青なんだよ。あ赤やな、ね、だその差別っていうのは勘違いなんだよね。で勘違いを本当だって思ってるわけよ、ね、でそれダメだよって言ってもおかしいわけよ。それ思ってるんだって言って応援してあげるわけよ。そうやって生きていると、この愛の世界のエネルギーっていうのがつながってきて、もう考えられないようないいことがいっぱい起こってくれるの。このいいことっていうのは流れだから、ね、日本人は運っていうよね。運が良くなるっていうじゃん。運どうやって良くするの？これが運なのよ今僕が言ってること。運ってなんか自分以外のものの力でなんか運が当たったら良くなった、宝くじが当たったって、それは人間の勘違いなのよ。運っていうのはエネルギー運んでる、動いてることなのよ。愛なのよ、ね、何があっても大丈夫っていうのが本当のお金で買えないお金持ちが望んでる本物のアバンダンスなんていうのかな。本当の幸せは何があっても大丈夫っていう、でみんなを幸せにできるんだっていうのが、もう本当の宝っていうかね、そこなんだよね。俺たちはなんかお金があったらそうなるって思いがちなんだけど、それも勘違いなんだよ、ね、All right. Thank you so much for checking out this video. でぜひね、なんか本当に人間関係で困ってる人たちが仲間にいたら、さ、クリスのこの人間関係のビデオ見たか、結構いいぜみたいな感じでちょっと送ってあげてくださいね。All right. I love you guys so much. And I will see you in the next video. ありがとう。